皆さんこんにちは、あ、こんばんは。僕トマと言います。皆さんオナキン選手権を知っていますか？これオナキン選手権の、ルールと、その説明をさせていただきます。オナキン選手権はですね、1970年からスタートしまして、今年2017年で、ちょっとごめんなさい、目がかゆい、はい、47回目を迎えることができました。ありがとうございます。しかしですね、オナキン選手権にも厳しいルールがありまして、いろいろね、こう反則負けだとか、こう失格だとかっていうのをね、数々名場面の中でもお伝えしました通り、昔からずっと続いてきたね、47回大会の中で、でもね、いろんなことがありました。ハプニングもありました。その中で勝ち進んできた、つわものはですね、去っていき、そして、優勝を手にしたりですね、いろんなことが、待っていまして、はい。で、その中でもね、まあ、ルールを語るっていうのも、まあ、ルールはね、皆さんも語ったんでもいいでしょうけど、かれこれですね、今から20年前、ちょうど20年前に1997年ですね、8月の、下旬に決勝戦がね、あってですね、それで、クラウドストライフというですね、当時クラウドっていうのがいたんですね。で、クラウドはですね、初出場して、金髪のですね、あんちゃん若者だったんですね、当時はね。で、剣をですね、こう、剣はですね、その、ファイナルファンタジーの国に置いてきてですね、一人で乗り込んだんですね、このオナキン会のね、オナキン選手権ね。で、当時はね、第27回、オナキン選手権でした。で、それでですね、初出場、初優勝したんですね、当時。当時ですね、20代、まだなってなかったんじゃないですかね。で、このクラウドはですね、初戦からも、1回戦からもすごい勢いがありまして、もうファイナルファンタジーね、あれは何だったっけ、12か4かな、の時にもう、それでもう、クラウドは有名になっちゃってですね、もうお金もガッポガッポで、もう懐にすんげえお金を持ってて、もう何億どころじゃないお金を持ってたんですね。で、そのお金で、周りの反対を押し切って、じゃあ、俺だけオナキン選手権に必要、したいんだけど、どうみんなみたいな感じで言って。で、みんなはすんげえ反対して、で、女の子も泣いちゃって、で、クラウドが、肩をこうね、抱き寄せて、うん、俺絶対優勝して帰ってくるからって言って、なんか格好つけたこと言いやがって、そんで行ったんですよ。乗り込んだんですよ、一人で。で、案の定優勝しちゃったんですよね。勢いだけで優勝したって、解説もその時勢いだけじゃないですか、クラウド君は、って言ったんですけど、実はね、実力が、オナキンのセンスもあったんですね、当時。で、当時ですね、オナキンっていう言葉も全然日本では広まってなくて、で、まずは性欲を抑えるっていうのがなくてですね。で、クラウド君はもう試合、大会のもう、開催も、すごくもう、ほんと前から、大豆とかイソフラボンとのすごい研究してて、で、おばあさんが農家をやってて、それで地元に帰ったりもしてて、で、ある日ね、おばあさんにこう、この筒でいいから、パックでいいから、この中に、納豆とか、そういう豆乳とか、ね、いろいろ混ぜたものをこのパッケージに入れて持ち帰るんで、ちょうだい、おばあちゃんちょうだいって言って、ね、いつも家でね、それを毎日食べてたそうですね。それも要因でしょうね、優勝の一つの。で、その時からエストロゲン、イソフラボンは男性ホルモンを下げるというのを知ってたそうです。クラウド君は。すごいですよね。だって僕なんかはね、その時オナキンなんかって、オナキン、オノシもね、なかったんですけど、まあ、そういうクラウド君の勉強熱心なところがね、97年の優勝を勝ち取ったんでしょうね。で、クラウド君は優秀で頭も良かったんですけど、エリートって呼ばれてて、日本のそのゲーム界とキャラクター界の、その時ね、もうトップぐらいにいたんですよね。うん。ファイナルファンタジーも好調だったし。で、その時ね、まあ、
一時は出場を剥奪されたこともある。あの後ろにつけて剣ね、剣がね、もうあれそれはちょっと危険すぎるって言われたんですけど、だから外して陣元に置いてずっとその剣を封印してて、うん、でね、もう素の人間の姿でちゃんと服装もちゃんと変えてね、近くの服屋に行ってちゃんと着替えて出場したんですよね。その時のクラウド君を見た解説の人は、いつものクラウド君じゃ全然ないですねってね、もうファイナルファンタジーっていうのを忘れさせてくれますね、なんつってね。で、まあ、その時はね、オナキン界ね、すんげえ強豪がいっぱいいたんですよ。オナキンスカイウォーカーはもちろん前年の優勝、96年優勝で、オナワンは前年の準優勝者です。で、その時の97年の、決勝の相手もオナワンだったんですね、あの、クラウド君の。ね。で、クラウド君は、本当に勢いでオナワンを破ったんですね、決勝で。で、もう、最終日の、7日目の、もうこれもですね、もう同率で最後クラウド君がね、こう競り勝ったって感じだったんですけど、最初はね、もう負けるかってなってたんですね。もうクラウド君も7日目になったらもうですね、もう我慢の限界だったんでしょうね。もう出っ放しですね。でオナワンはもう勝ったのも確信してまして、最後の最後でですね、なんとか値がですね、すごくオナワンの方がちょっと高くて、で、5個か6個ぐらいの数値がちょっと、ね、例えば、プロラクチンとかも、血も調べたりしたら、もう、超僅差だったんですね。それで、クラウド君が、もぎ取ったんですね、最後ね。その僅差で 0.0 何いくつですね。で、その時、クラウド君も頭真っ白になってね、もう、ポカーンってなってですね、もう、トップニュースどころじゃないですね。もう国民的大スター英雄で、日本国からのキャラク、日本出身のキャラクターとしては、最後の、優勝者でしたね。それから20年ぐらい、日本から出身したキャラクターは優勝してなかったんですね。97年以来。で、今年2017年、20年の時を経て、天賀くんがジャスティス学園、私立ジャスティス学園から優勝したんですね。日本が生んだ、ね、ゲームキャラクターとか、日本国出身のキャラクターとしては20年ぶりの、97年のクラウド君以来のですね、優勝ということですね。本当に今年は、なんかすごくなんか見どころがすごく、見応えがありましたね。で、97年のクラウド君の時が僕が懐かしかったですね。やっぱり僕も小学校2年生だったんですね。キャラクター界に僕もちょっとですね、半年ぐらい行ってまして、あっちの方でテレビとか見てましたけど、まあ、クラウド君はもう間違いなく英雄でしたね、あの頃はね。みんなクラウドって言えば、ああ、FF のね、みたいなね、あの金髪の兄ちゃんみたいなね、あいつオナキンスカイウォーカーの後継者じゃねえのっていうのも言われてましたけど、まあ、でもね、皆さんこっからなんです、本題はね。オナキンのプロなんですよ。皆さん、ああいう風に契約して、オナキンのこの施設に入るんです。で、例えば素人の、おじさんが、俺は40年オナキンしてるんだって言っても、その人が例えば10億持ってる社長さんであったとします。まあ、それはそれで結構です。でも、それをオナキン会のあれに、そのお金を寄付して、その施設にそのおじさんが入らなければ、オナキンのプロとしては認められなくなって、トップには立てないです。いくら40年オナキンしてても。ああいうオナキンスカイウォーカーとかお金もちゃんと、施設に寄付してて、あげて、それでプロになって、全員試験官とかそういう審査員から認められてオナキンのプロになって、それでオナキンのお金を払ってオナキン選手権に出場してるんで、いくら40年オナキンをやってるっていう人がいても、お金がないとね、絶対あの、オナキントップにはなれないんですよね。で、オナキン出場して、オナキン選手権で優勝しないと、あの、名誉がね、こう、名前が売れないんですね。あの、トップに立ったってことにならない。そう、オナキンで優勝した人っていうのはもう一回優勝したらね、お金はもうすごく入ってきます。もう10億どころじゃない、もうね、すごい、一攫千金。で、負ければもう、パーですからね、引かれます、逆に。マイナス5億ぐらい。一回戦で負け、ただすごい惹かれます。2回戦で負けたら、その、
でももっと引かれますね。準優勝すればもらえます。ただしベスト4の場合は、引かれます。逆にあ、ベスト4はもらえないんだったっけな。ベスト8ぐらい、ベスト4以下はもう引かれます。お金を取られちゃいます。オナキン成績に出場しても、お金を払ってオナキン成績に出場してもベスト4に入らなければお金取られちゃうんですね。それが厳しい世界なんです。それでトップに立つっていうのはね、なかなか難しいんです。これがオナキン選手権甘く見てますけど、ほんとこれね、宇宙一ね、これ激しい、我慢、精神バトルなんですね。だから僕なんかほら、全然下なわけですよ。下ってこう、ねえ、ミジンコですよね、はっきり言えば。こんなオナキン100日突破とかね。こんなの全然もう、屁です。例えば2チャンネルの掲示板とかで、ナナシさんとかいますよね。で、自分は、19歳の頃から今46なんだけど、30年以上おなきに、30年近くおなきにしてるよって人も、よく掲示板で書き込みで見られるんですけど、じゃああなたは5億とか10億持ってます？そのお金が必要なんです、おなきに選手権に出るには。その人はそのぐらい30年やってますけど、確かにもうおなきにスカイウォーカーよりね、向いてますよ、その年数はやってる。だけどもお金を払って施設に入って、もう訓練して、大会に出場するお金も必要だし、とにかく、ね、お金なんですよね。このオナキン選手権っていうのは。だから、オナキンのトップに立つために、まず一つ目はお金。それが二つ目は、性欲の、その精神的には我慢ができるか。ね。もうここまで来たら年数関係なくなっちゃうんです。短期決戦なんですね。で、三つ目。どれだけギャンブルをできるか、証になれる覚悟ができているのか、そう。で、四つ目ですね。これが、この厳しい施設のトレーニングにどれだけ耐えられるかですね。これを、この四つを制したものがオナキン界のオナキン選手権に出て、お金も、掛けをして、トップに立てるかなんですね。だから、歴代優勝者の5回、これはトップです。歴代1位です。記録を持っているオナキン・スカイウォーカー選手。この選手はどれだけすごいかって皆さんはね、これで分かりましたでしょうか。この人はもう世界一のオナキンの、オナキンマスターという、オナキンの、何ですかね、本当にオナキンの、帝王王者と言っても過言ではないですね。ただしここでね、クラウド君の話をさっき出しましたけど、初出場初優勝してね、でクラウド君もほんと暗い過去がありまして、その97年優勝した時にもうがっぷりお金もらったわけです。でもう億万長者になりましたけども、またね、4年後の2001年出場しちゃったんですね。4年ぶり2回目で、その時に2回戦ぐらいで負けたんですよね。それでお金をまた、取られちゃって、で一旦安定したんだけど、また2003年に取り戻すってことで出ちゃったんですよ、またね。2年ぶりに。その時に1回戦で負けちゃったんですね。それでお金が全部取られて、なおさら引かれて、今度は赤字になって、破綻っぽくなっちゃったんですよね。それからクラウド君は、確かにクラウド君は97年優勝して、地位も名誉も取りました。ね、名前も売れました。だけど、どん底に落ちちゃったのが2003年でしたね。それがクラウド君の名前をあまり聞かなくなって、クラウドに批判が殺到したわけです。なんであんなに一回優勝しただけでそれでやめとけばよかったのに、なんで2001年も2003年も出たんだっていうふうに、みんなから批判を受けて、キャラクター界で今ではクラウド君は、アンチが結構多いです。はい。そうなんでしょうね。以上でした。